続いてご紹介するのがシエルエトワーという商品シリーズになっております。こちらがもう本当キラキラした形で可愛らしくもシンプルな上品ラインの防寒シリーズになっております。種類もたくさんあって、ベストブランケット、スリーウェイブランケット、ルームシューズ、蓄熱式湯たんぽ、アイピロー、ルームソックス、ルームシューズ、キッズポンチョ、キッズベスト、キッズキャップ、キッズミトン、そしてキャリアブランケットという形になってます。で、今手前側にあるのがこれはアイピローですかね。はい、アイピローです。それぞれ動物モチーフになっております。かわいい。どっち側も気持ちよさそうです。はいこんな形で、ちょっと大人の方も使えるような感じのモチーフになってます、ね。はい、なってます。で、これが帽子。はい、こちらがキッズ、あ、キャップ帽子ではなく、実はこの中に隠れてて、すごい、はい、ポンチョ、ポンチョなんですけど、展開される際におすすめの展開方法になっております。キッズポンチョですね。はい、ポンチョです。かわいい。ギフトにもおすすめですね。はい、もうこの状態でラッピングしてもらうと、かわいい、耳が出ている。耳が出ります。で、こちらが蓄熱式湯たんぽですね。はい、もう箔付きのプリントになってます。動物がいます。かわいい。そしてルームシューズですね。ルームソックス、ね、ルームソックスですね。ごめんなさい。禁止の刺繍がされているのがポイントとなっております。かわいい。で、ここが前に来まして、こちらの商品どういったアイテムですかね。はい、こちらがポケット回路になってまして、こちらにとシリカゲルが入ってるんですが、はい、ちょっと手持ち の回路になります。かわいいですね。繰り返し使えるタイプですね。はい、かわいい。そしてこちらですね、ボアタイプの、はい、キッズキャップになります。耳が耳がそうだね、出てるのが可愛らしいので、ついついお子さんにつけてしまいたくなりますね。はい、合わせてミトンも使っていただくと、小さいお子さんのお出かけ時に、はい、ギフトにもおすすめとなっております。なんか合わせて提案したくなるシリーズですね。で、こちらにかけてあるのが、大人用の、はい、これがベストですかね。ベストです。襟付きです。この辺は人気の形ですね。はい、今プリントで秋から使えるような感じで、もうベスト型になっております。袖付きではなくベスト型になってます。はい、で、こちらが先ほどもご紹介したポンチョですね。はい、キッズポンチョになっております。で、キッズ版のベストもあるんですね。はい、そうなんです。生地一緒なので、大人のちょっと一緒に使える形、親子コーデもできるような形ですね。はい、で、これはキャリアブランケットですね。あの抱っこ用のブランケットですね。はい、ママと赤ちゃん両方くるめるような形になっているので、暖かく過ごせそうです。はい、おしゃれでいいですね。後ろにポケットもあります。嬉しいですね。はい、1個あると非常に便利です。で、こちら行きまして、ブランケットですね。はい、こちらもかなり大判のブランケットになっております。はい、ぜひサイズ感もページでチェックしていただけると嬉しいかなと思います。この辺は持っておくと非常に便利かなと思います。そして下の方に来まして、ルームソックスですね。はい、こちらワンサイズ展開ですかね。 はい、ワンサイズで、でも結構大きめになってるんで、そうなんです、履きやすいかなと思います。この3色あります、足も意外と足入れしやすい形になっているので、あったかくって非常に便利です。そして耳付きのバージョンもあるんですね。はい、こちらがルームシューズです。毎年非常に人気の秋冬のデザインなんですよね。はい、ちょっとアニマル柄をこちらで取り入れてます。どちらもクッション性もあって非常に過ごしやすいデザインになっていますので、おすすめとなっております。はい、ということでご紹介していきました。